それでは次回5月19日金曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は、選挙をもっと身近に、松阪方面談普通救命講習会などご覧の内容でお送りします。この後20分からは5月のハッピーバースデー、25分からはハルルクッキング、30分からの特集コーナーは南三重地域就労対策協議会による企業紹介動画を放送します。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。